何つったって若い人とかね、もう元気いっぱいでやらないとね。本田宗一郎は世界に挑み続けた技術者です。小さな町工場から始めた本田技研工業を一代で世界的な企業に育て上げました。その最初のものづくりは妻の買い出しのために作ったエンジン付き自転車だったといいます。私がオートバイを最初ですね、小さなその通信機のエンジンを作って、そしてこう自転車をつけて売ったんですね。売ったところが、私は技術者ですから金取ること知らないわけですこれは売りっぱなしなんですよこれはとってもしょうがない、僕じゃ商売じゃね向かないと、技術じゃない向いてもですね、商売には向かないと、こう見たからね、どっかにね誰か金を取る専門のような人がいないかと思ってね、まあほぼ聞いてみたってそうしてるもんじゃないし、ところが友達の竹島っていうのはですね、いやそれは一人いいのいるよと、僕の知ってるのいいのいると、それは藤沢という人間だと。でまあ来て、いろいろ話をしているうちに気に入っちゃってね、それからうちの方へ副社長として入ってもらって、来たんですね。私が一生懸命で物を作る、彼が売って金を取る、金取れるようになったわけですね。初めて、結局やはり人間の出会いっていうんですかね、これは大事な条件でですね。からもう一つは、いくら出会いがあってもですね、自分が好かれなければ相手はついてこないんですね。やっぱり好かれるということと好くということ、こういう二つな現象があってこそ、ものは成り立っていくと思うんですね。ホンダは世界の技術に追いつこうと、オートバイレースや F1 などのモータースポーツにも次々に挑戦していきました。若い人たちの力と夢を信じ、共にレースに参加し、その中で技術を高めていったのです。私こうね、こう近代のこう日本の発達をずっと考えてみますとね、もちろん一人一人が焼け跡から立ち、ドイツも日本も立ち上がったんだから、一生懸命には一生懸命だけれど、もっとそれを一生懸命にさせたのは何かって言えば、上の人の小言が長いないっていうことね。いわゆるマッカーサーが来てですね、もう上の連中ほとんどパーチして大会は解体したとか、いろいろことあるでしょ。誰も文句言う人ないですよ。だから結局はね、自分の思うこと思うことだから精一杯やれたっていうこと、命令されて仕事やったんじゃないっていうこと、国民全体が私は自分が生きるために本当にしゃにむにやったんだろうと思うね。なるほどね。これがね、高度経済を支えたんじゃないかと思うんですよ。そろそろまあ僕らみたいな年にいるからね、上の方で指導役に早くやめないとまた同じことをやれやしないかと思って心配してるんですよ。ホンダは66歳の時、40代の社員に社長の座を譲り、第一線を退きます。正解なのはうちは社長になることになってるんだから、社員がそこでしっかりしてもらわんと危なくてしょうがない。これをお願いいたします。企業は常に若さと夢を保つことが必要だと考えていたのです。ありがとう。若さっていうものはいろいろものを解決する基本じゃないですか。私は若いっていうことは素晴らしいものだと思います。それから失敗も多いですがね、やっぱり失敗のないところにね成功はないですからね、失敗と成功は紙の裏表みたいなもんですから、これは当たり前のことだと思うんですよ、ということは若さってのは失敗を恐れないという、それはそうですね。その年齢よりもそういうその挑戦の精神というやつ、挑戦精神でしょうね、それから肉体的にも続きますからね、どんな無理しても、
うちにいる若い人たちなんかもう夜中まで挑戦して、まあ、結局は労働組合が今できてますか、から我々の時みたいなことはできませんが、はいはい、とにかく好きで好きでたまらんという人は若い人がいくらもいますよ。なるほど。そういう人たちがですね出ればね、あとは引っ張られていくんですね。なるほどね。私はそういうリード役をね何人か作るっていうのは大事じゃないかと思うな。何歳だって若い人がね、もう元気いっぱいでやらないとね、それともう一つは私は組織に邪魔になる年配になったら早くやめてやることだな。これは全部私は企業はそうしようととかなんとかっていう命令とかそういうふうな、じゃなくてそういう方が若い人が励みが出るんじゃないですか、なるほど。普通まあ会社を創業すると継がしたいというのはまあこの世間一般の親の人情だろうと思うんですけど、あれ本だけのもんじゃないもんね、会社っていうのは、膝開けのものでもなければ本だけのものでもない、あくまでも株式会社である以上は株主のものであるべきなんですね、はいはい、それと従業員のものでもあるべきなんです、はい、それをはっきりしないとね若い人たちはついてきませんよ、そんなこと、これは一番で私は大事なものだ、株式会社は自分のものではないということだけははっきりしておかないと若い人たちがね、やる気なくしますね。なるほどね。でまたそれが当たり前のことだもんね、からもう一つは、死んで金持って死んでいったってどうにもしょうがないですね、まあこれ政府に悪いけどね、できんだあの次のせがれやれ 80% 取られちゃうからね、せがれ骨折っちゃうんですよ、だから全部自分で使っていくことが一番いいと、うちの親父もそれで一文もなしで死んでいったから、あと私もさっぱりして具合いいからね、全部そうやって使っていっていこうと、それもねご迷惑かけるような使い方は必要にならないと、あくまでもそれは、やはり、人様にご恩返しということを、そんな立派な考え方でもないけど、それ気楽に使えるというようにしていきたいとこう思っているんですよ。それからまあ私人生にしてみれば、やはり世の中離陸に始まって着陸に終わると思うんですよ、飛行機の人生だと思うんですよね、テイクオフなんてのはねこれは跳ね放し来て見送りも、来てこうあえてくれるけど、第二滑走りゃ我々楽に上がるんですよ、今の絶対機はそう簡単にはいかないらしいけど、小型機なんてのはそういうですね、ところがねどんなにこう飛行中サービスして立派なパイロットでね、もう良くても着陸が悪かったらこれはおしまいね、この何十人何百人っていう人間を殺しちゃうんですから、これはもうだから着陸だけは私はよくね名パイロットだと言われるようにしてみたいと。もちろんね、我々は何でも割り切ってしまったらね、これはね世の中味も酸っぱいもない、もういろいろなそのいいことも悪いこともね、失敗ものすごい失敗も僕はしてるんですよ、いろいろあって、そのドロドロした中にも絶対に犯してはならないもの と永遠にここは誘導し合ってもいいものと、あると思うんですよ、それをねはっきりけじめつけるっていうことが大事だと思うんですよ。世界一でなければ日本一ではない、その挑戦の精神は今も若い人たちに受け継がれています。私は若いっていうことは素晴らしいものだと思います。それから失敗も多いですがね、やっぱり失敗のないところにね成功はないですからね、失敗と成功は紙の裏表みたいなもんですから、